始まるよ。今8時41分になんと201達成しました。素晴らしい。だけど今40人しか増えてないんですよ。キレが悪いんで50いきましょう。50か。あと9人、残り9人。こんばんは。大丈夫ですか？ちょっとさっき風船のなんかアートみたいなのやらせたじゃないですか。ちょっと我々 YouTube やってるんですけれども、顔 NG で。大丈夫ですか？声だけ映っても大丈夫ですか？顔は映さない方がいいですね。チャンネル登録者数を目標人数までいかないと帰れませんっていうのをやってるんですよ。お願いします。インスタグラマーかなんかですか？違いますか？どっちでもないってやつだね。ちなみになんか映え写真のコツみたいななんかありますか？風船を使った。いや、こっちが聞きたいです。また。本当に、いや、本当です。まあ、さっきなんかおしゃれな撮り方してたんで。風船使ってない。初めて見たよ、こんなおしゃれな一枚もらってもいいですか？風船をさっき光らしてましたよね。そう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 。はい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 。おお、ちょ。ああ。肉眼で見た方が多分綺麗。ああ、可愛い。キュンです。ああ、いいね。すごい。めっちゃ綺麗でしょこれ。ほら。綺麗。これ載せときますんで。はい。載せときますので。ありがとうございます。毎日9時に動画載せてるので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。いや、よかったね。現役女子高生のおしゃれな写真の撮り方。めちゃめちゃ大人だったね。あと2人いた。なんでこれ。ダンスはもう唯一ここで許されてるもんだからね。こんにちは。今お時間って大丈夫ですか？今ちょっと YouTube 回してるんですけれども、ちなみに何のあれですか？ダンスとかですか？あ、普通に部活の集まり。部活？何部ですか？おお、めちゃめちゃダンスやってることですよ。そういうことだね。この辺こうやってめっちゃフローしてるから。なんかやったかなと思ったら絶対なんかやるじゃんと思ったら蚊に刺されてかゆいと。今近くで。チャンネル登録者数を200人超えるので帰れませんって言われてる。どうですか？皆さん行きましょう。なるほど。3人なんですよ。はい。4人でもいいです。全員でもいいです。みんな登録します。ありがとうございます。カタカナで 3R で出てきます。なんか一番上に出てくる株式会社3Rは違うんで。出てきました。はい、出てきました。それではない。一番上じゃないですか。一番上になってる。一番上です。マジですよ。やば。進化しました。すげえ。今ちょっと今レベル上がったね今ね。ちなみに一般のやつが面白い話。はい、やった。僕ですか。これは顔。あ、顔はコントみたいなやつ。お、特技でも何でもいいです。逃げないでください。ちょっと分かんないですか。はい先生。全然。何かわかんないですよね。待機中ですよ。あ、じゃあうんこの話します。うんこの話いきました。これは僕が中2の頃ですね。中2の頃部活やってて学校出たらもはやちょっとケツからも先っちょ出てたんですよ。先っちょ出てもいやこれ戻ったら男じゃねえと、このまま帰って家でうんこしたいって友達と帰ってたら友達と別れた後走ったんですよ。だからもううんこが半分出てるんですよ。やばい。頑張って、ノグソして、パンツこうやってやって、うんこつかないように帰ったって話です。最高。ありがとうございます。これ載せても大丈夫です。大丈夫、全然大丈夫。ちなみに毎日9時に投稿してて、その動画が再来週載る予定なので。おお、再来週。熟成されるうんこが。楽しみにしててください。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。完璧です。運行地。運行ネタ。大丈夫。何時今。疲れた。めっちゃね。じゃあ9時半。9時半になりました。最終結果発表お願いします。215人です。うわ。気に入った最後の最後で。やばいね。いや本当に。55人。いやー。まずはあれですね、撮影に協力してくれた皆さんありがとうございます。本当にあれですね、期待裏切らないようにやるしかないですね、僕はね。これはもう逆に面白いことやってくれた人たくさんいて、いや結構いた。俺らじゃね考えつかないような企画出してくれたね。楽しい回になりましたね。そしたら215人をまずキープして減らないようにね。そうですね。はい、なるべく減らないようにやっていきますんで。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもあとチャンネル登録絶対ね、本当にね、これ見たらね、それでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まだまだ終わりません。みんな仲間したくあります。ありがとうございます。ありがとうございました。疲れた。今日やべえ。